こんにちは、水谷俊です。今日は100円で食べれる焼肉が100円屋さんにやってきました。どんなお肉が出てくるんでしょうか。じゃん、こちらがメニューです。110円ですね。なんか10円サバ読んでましたね。まあでも言うて安いんで許してあげましょう。110円メニューの他にも高いメニューもありました。じゃあ焼肉スタンバイしていきます。焼肉といえば、まあ、まずは牛タンからなんですけど、この牛タン冷凍でキンキンに冷えてました。はい、では牛タンを焼いていきます。もう普通に美味しそうですね。一口目の牛タンはマジで最高でした。ちゃんじゃが来ました。タラのキムチなんですけど、焼肉屋さん行く時には必ずちゃんじゃを注文します。てかむしろちゃんじゃがあれば焼肉いらん説まであります。ちゃんじゃを使ってネギタン塩をアレンジしました。いや、これは我ながら最高のアレンジでした。さあ、110円のカルビが来ました。特に見た目に問題はなさそうなので、今から焼いていきたいと思います。焼肉は肉が焼けるのを待ってる時が個人的に一番楽しいです。肉が虫の息になってきたので、そろそろ救出します。はい、110円カルビいただきます。あ、普通にその辺のカルビの味しましたね。110円とか180円ぐらいの味わいでした。まあでもなんだかんだ言って、結局焼肉屋さんはちゃんじゃが一番美味しいと思います。こちら110円メニューのレバーです。そしてこれが鶏もも塩コショウ、これも110円です。全部一気にぶっ込みました。焼肉のタレを継ぎ足して、ではレバーいただきます。うん、これもその辺のレバーの味がしました。そして鶏もも、鶏も普通に美味しかったです。てかこの店コスパで言うと最高かもしれん。まあなんていうか高級ではないんですけど、味は確かでした。そんなこんなでお腹いっぱいになってきました。検証結果としては、僕みたいな舌が肥えてないものにとっては普通に安くて美味しい焼肉屋さんでした。いつか金に困ったらまた来ようかなって思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。最後にレシートはこんな感じでした。ではまた、バイバイ。